今日紹介する作家は堀達夫。八ヶ岳のサナトリウムで肺病の妻を看取った著者の実体験から生まれた作品です。堀達夫、風立ちぬ。肺を病んだ恋人節子の付き添いで高原のサナトリウムにやってきた主人公の私。節子の死が少しずつ近づいてくる中、二人は残された短い時間を手を取り合うように生きていきます。そんな他愛のないことを言い合いながら、その間中節子は私の肩から手を外さずに、しかし疲れたというよりもうっとりとしたようになって私にもたれかかっていた。それから私たちはしばらくそのまま黙り合っていた。そうすることがこういう鼻先に酔うような人生をそのまま少しでも引き止めておくことができでもするかのように、時折柔らかな風が向こうの生垣の間から押さえつけられていた呼吸かなんぞのように押し出されて、私たちの前にしている茂みにまで達し、それからそこにそういう私たちだけをそっくり完全に残したまんま通り過ぎていった。突然彼女が私の肩にかけていた自分の手の中にその顔を埋めた。私は彼女の心臓がいつもよりか高く打っているのに気がついた。疲れたの？私は優しく彼女に聞いた。いいえ、と彼女は小声に答えたが、私はますます私の肩に彼女の緩やかな重みのかかってくるのを感じた。私がこんなに弱くって、あなたになんだかお気の毒で。彼女はそうささやいたのを私は聞いたというよりも、むしろそんな気がしたくらいのものだった。そのままじっと身動きもしないでいると、彼女は急に私からそれを反らせるようにして顔をもたげ、だんだん私の肩から手さえも離してゆきながら、どうして私この頃こんなに気が弱くなったのかしら。こないだうちはどんなに病気のひどい時だって何とも思わなかったくせに、とごく低い声で独り言でも言うように口ごもった。そのうち彼女が急に顔を上げて、いくらか上ずったような中音で言った。私、なんだか急に行きたくなったのね。それから彼女は聞こえるか聞こえないぐらいの小声で言い出した。あなたのおかげで。私のおすすめの寝方、これ。部屋になると必ず寝る。これは、しびれる。ここが痛くなる。これはここが痛くなる。これのこっち側に頭をこうやってやれば、もう何もしょうがないような。今日紹介する作家は堀達夫。八ヶ岳のサナトリウムで肺病の妻を看取った著者の実体験から生まれた作品です。堀達夫、風立ちぬ。肺を病んだ恋人節子の付き添いで高原のサナトリウムにやってきた主人公の私。節子の死が少しずつ近づいてくる中、二人は残された短い時間を手を取り合うように生きていきます。そんな他愛のないことを言い合いながら、その間中節子は私の肩から手を外さずに、しかし疲れたというよりもうっとりとしたようになって私にもたれかかっていた。それから私たちはしばらくそのまま黙り合っていた。
そうすることが、こういう鼻先に酔うような人生をそのまま少しでも引き止めておくことができでもするかのように、時折柔らかな風が向こうの生垣の間から押さえつけられていた呼吸かなんぞのように押し出されて、私たちの前にしている茂みにまで達し、それからそこにそういう私たちだけをそっくり完全に残したまんま通り過ぎていった。突然彼女が私の肩にかけていた自分の手の中にその顔を埋めた。私は彼女の